皆の者ごきげんよう。はい、国宝松本城公式 YouTube チャンネルの国宝松本城おもてなし隊、私は国宝松本城三代城主小笠原秀政にございまする。正室の徳姫にございまする。はい、本日は我らについて紹介したいと思いまする。わしの父上は小笠原忠義と申しての、こちらの現存する天守が建つ前の時代に当時深しと呼ばれておったこの地を松本に変え、城下町の建設に努めておったのじゃ。ちょうどその頃、祖父がな、私のもとに押し入れして来てくれたのかな。嬉しかったな。わらわの父上は徳川家康が嫡男、松平信康、そしてわらわの母上は織田信長が長女、五徳にございまする。それゆえわらわのじじ様は徳川家康、織田信長両方がじじ様にございまする。とても両家にあって意味のある婚姻にござりました。その後、我らは松本を離れ、石川数正殿が城主となったのじゃ。そしてその後、私が三代城主として松本城に戻ってきたのである。でも、今沢楽にとってはそうじゃな。ただ、僕はな、その頃もう亡くなってしまっておったんじゃが。そうなんじゃ、悲しきことに。そして、我ら以降の松本城は、徳川家と関係の深い城主が治めることになっていったのじゃ。さようにございまする。そして、わらわ徳姫、なんと大河ドラマに登場いたしました。さようにございます。あ、まあ、徳が出たわ。この徳じゃなくて、ちっちゃい頃だな。そっか、わらわではな。徳が出ておったんだよな。さようにございます。徳姫は出てございますね。ぜひご覧くださいませ。本日の動画で、我ら小笠原秀政と徳姫について分かってもらえたら嬉しいの。さようにございます。ということで、本日の動画はここまで。本日も、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。それでは次の動画で会えるのを楽しみにしておるぞ。それではまた。ごきげんよう。